皆さんこんにちは、Bレジェンド大林です。今回はトレーニング種目の解説ということで、ダンベルプルオーバーという種目をご紹介させていただきます。このダンベルプルオーバーなんですけども、鍛えられる筋肉は大胸筋とかね、広背筋になります。まあ、特にこう大胸筋をぐーっとストレッチさせたところ、まあ、広背筋もですけどね、大胸筋と広背筋をぐーっとストレッチさせたところでしっかり刺激が入るトレーニングですので、筋肥大にも非常に効果的ですし、このね、プルオーバーという種目、肩の柔軟性を増していくのにも非常に効果的なトレーニングですので、筋肥大だけでなく怪我を防ぐという意味でも非常に効果的なトレーニングですので、ぜひね取り入れていただければなと思います。ではやり方なんですけども、このフラットのねベンチを使っていただくのが、まあ、一番やりやすいかなと思います。仰向けにね寝ていただいたら、こういう形、手を重ね合わせるような形でダンベルを持っていただいて、ここからね肘を伸ばしたままぐーっと下ろしていって、大胸筋や広背筋が伸びてるなというところで戻します。息を大きく吸って胸を膨らませながら下ろしていって、吐きながら戻すと、こういう形でやっていただくんですけども、大胸筋と広背筋の鍛え分け方がまあありまして、大胸筋をメインで鍛えていきたい場合は、先ほどのように肘をね伸ばし気味にしていただいて、しっかり大胸筋に力が入っているのを感じながら動作をしていただくと、よりね大胸筋への刺激が強くなる。大胸筋をよりストレッチさせたい、そういう方はベンチに普通に横になるのではなくて、ベンチをこう横切るような形で肩甲骨のところだけこう乗せるような形で寝ていただくと、よりですね大胸筋のところがストレッチされやすくなるので、そういうやり方も試してみてください。逆に広背筋により刺激を与えたい場合は、肘を緩めていただいて、なるべく下までぐーっとダンベルを下ろすように意識をしていただくと、よりですね広背筋がストレッチされて広背筋への刺激が強くなりますので、ぜひぜひねこの使い分け方っていうのも試してみてください。はい、今回は胸とかね広背筋を鍛える種目のダンベルプルオーバーという種目をご紹介させていただきました。まあ、大胸筋ですわ、広背筋、まあちょっとやり方によってね鍛え分けもできますし、肩の柔軟性のためにも非常にいい種目ですので、ぜひぜひねトレーニングに取り入れていただければと思います。他にもね知りたい種目あれば、ぜひコメント欄に書き込んでいただければと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。